こんにちは今日は前回に続きまして、えー、実例を取り上げて下りの声と上りの声というお話をします。これは何を問題にしているかといいますと、えー、結果的にはかかり受けですねまずは文節あるいは短い部分のリズムのある読み方。 そそしてそのリズムが実はかかり受けまで作ってくるんだとでリズムがある読み方とかかり受けの関係をつけることとが一致するそしてそれを自分の体の動きで実感ができるという原理をお話ししているわけです。 で今日はあの実例の2回目としましての、えー、の冒頭の文を取り上げようと思いますでどうやって読んでいくかと言いますと原理的には文節あるいは文節の単位で実は下りと上りがあると。でさらに言いますと文節同士がつながっているフレーズの中でも 下り声と上り声とが、えー、関係、えー、の読み分けが必要であるとで前回ではちょっと言い忘れましたけども下り声っていうのは緊張が入ってるんです。で緊張が入った声と上、えー、り声でふっとほっとする声ですね。でこれ若干ねあの息のような声なんですよ。 つまり、うーはほっとする声とかねふっとひらめくとかねわ、えー、かるとかあるいはふに落ちるとか明るい何とかに明るくなるっていう風なね何かふっとこう開けたような声に変わってる。ですから、あのー、文を読み上げるとか書いたものを読み上げる人によくあるのは全く その声質が均等であると今問題にしている下り声と上り声みたいなものはないだから緊張の入った声と、えー、それが緊張から解放される緩むというとねちょっとい言いましよくないですけど緊張からの解放で解放されるとふっと体に息が入ってきてその息が何かこう爽快感を 生み出すようなねそういういあのリズムがあるんですこれもあの実感して「分かった」「納得いく」っていうのが感じられると楽しくなるんですけどもねですからあの本を読むとか音読をする楽しみっていうのは実はあの声によってリズムあるその体操をしているようなもんだと。前の動画でも 私が小学校の時の,あの担任の先生が体育の時に緊張と弛緩だっていうんで一生懸命緊張弛緩緊張弛緩っていう風なリズムを取って見せてくれたことがあったんですけど当時は何か面白いことやるなぁと思ったんですけど実はこのリズムの取り方っていうのは音楽の演奏ですとかねそれにも関わってくる。ちなみに 私はあのミニハーモニカというね穴が5つあって音が2倍出るというそういうハーモニカ1オクターブ4結で1オクターブ出てしまうというそういうハーモニカをあの吹いてますけどもこれも実はあの音を変える吹きいなんですけどねこれもねどうもこの下り上りの声とね重なってくるんですよね。 ですからあの速いフレーズなんていうのは体をこう振ることによってあのえ吹き吸いでもって音がリズムはリズムのある音のこう変化がつけられるで体を動かさないとどうしても吹けないフレーズっていうのはあるんですねそれもあの下りと上りの声で究極で言いますと人間は息を吐いて息を吸ってとむしろ吸うことよりも 溜まったものを吐き出すと、ねえー、いい空気が入ってくるというそんな生き方をしてるこれもあの重要なことですけどね日本語でこと言わないでで呼吸って言うんですよ悪いものを出すっていうかまあたまったものを出すとね新しいものは入ってくるだから吸い取って出すんじゃないこれあの読書論なんかにも通じますけどもね えー、そんなことで前置きはこの辺で実際の文章に入りましょう。でまず大原則は文節を、うん、実際の,あの何もない手ぶらの状態ではないですけどね研究的にやりますと文節を区切るのが第一なんですで慣れてくると実はぶっつけで読んだ時でもずーっとこういうふうに目で追いながら。 あの目で追いながら文節の切れ目が見えてくるで今回の場合はまあ勉強ですから先にあの文節を切ってしまう親譲りの切れますね無鉄砲で子供の時から損ばかりしているとでこれはあの文節同士のこれはもう単純に切ってしまいましたで左側のひらがなだけの 表記にはもうすでに分節のところが開けてありますけどもねで次に問題になるのは分節同士がつながるかつながらないかということです親譲りの無鉄砲これはつながります無鉄砲で子供これはつながりませんで子供の時から損ばかりしているであとはつながってるんですね で、切れるところは、もう一回、あの、確認をしますと、もう一本入れておきますね。ここで切れるんです。で、これから問題にするのは、えー、何かというと。えー、大きく言いますと、あの、フレーズが、親譲りの無鉄砲ではワンフレーズ。子供の時からもワンフレーズ。で、損ばかりしているが、一つのフレーズ。 ですからこれは大きく分けると、えー、子どもの時からしているあえて言うとここは切れる、えー、損ばかりしている損ばかりしているですねこういうふうに3つのフレーズになっている。では実際にどう読むかというと、えー、実は2通り読み方があるんです。 ここは切れますで問題なのは、えー、どこでうんとこれもね棒読みのようにして文節ごとに読んじゃうと実は親譲りのとこういうここで切れるんです切れるというよりはこれは立ち上がりですねこの前回もやったんですが親下りです譲りの。 親ゆずりの。無手っぽで。無手っぽで。で、これもここです。つまり、下りで沈んだところこれ青で示しますね。親と下って。ゆずりの。で、このやとゆに力があるので、親譲ゆずりの。今度は、無手っぽでと。これも ムテッっポーです、ね、ムテッポーつまりうっと止めて下りきったところで今度跳ねる時にポーと跳ねるむてっポー、えー、でで今やっているのはこのフレーズそのもの通りに読んでいます。というよりももっと細かく分けて読んでいます。 で実は後から言いますけども長いフレーズで読むリズムの取り方と短く区切りながら読んでいくリズムの取り方両方あるんですでどういうことかって言いますとねこれあの実際ここまでやってしまいましょうでこれ1フレーズなんだよだから親譲りの無鉄砲でっていうのをね親譲りのって言って無鉄砲でと どっちかっていうとこれをね上げてしまう人はいるんですよ悪い読みというのはまあ悪い読みというかねどういうのかというとこうしてしまうんですね親譲りのって言ってから無鉄砲でと親譲りの無鉄砲でところが親譲りの無鉄砲でとこから上りに やるよ読み方もできるでこれが今さっきと違うのはこの長いフレあ違いましたね長いフレーズで読む読み方これは赤にしましょうかやっぱりね二通りの方のこういう読み方も可能なんだよとこういう読み方ですねこれはだからここが下りになってくる親譲りの 無鉄砲でという読み方で前の読み方は親,親譲りの無鉄砲で,でこれも実は意味的には読むことができる意味を通して読むことができるですからこの細かく刻んだ青い方の読み方と大きく刻んだ大きいフレーズとして読む親譲りの無鉄砲で でおそらくねこれがうまくかかり受けになるかどうかというのはここののフレーズつまりこれ全体を下りとしてつかんで読めばこっちが上りになるわけでこういうバランスが、えー、取れないとどっかでかかり受けが狂ってくる。 ある意味ではこの細かい部分のこの親譲りのっていうのもこの大きいフレーズの中での実は下り上りの意識があるかもしれないというよりもこのここが一番緊張が強くてここは緩むとでここは緊張が強くて緩むというでこれを包み込んだ形でよりちょっと抽象レベルの高いところでこう全体のフレーズをね読んでいると 言えるかもしれません、ね、で同じことが次の第2フレーズでも起こる。で何が起こるかっていうとこれですね。子度とものですこれが子供の。であらかじめ言ってきますけどこれはつながってるんですけど子供の。でこれが、えー、前半と後半これが下り上り。 子供のところは「時から」「子どもの時から」そうするとこれも同じようにこの「時から」がもう一回繰り返しになってるでこれも漱石さんのこの文章がえこのフレーズがな何かあのリズム感がありますよっていうのはこの「 かかり受けのの関係といううもも同同じじ図式になってくるでこれも同じようですね最初のフレーズと同じようにここで上りになるそうするとやはりこういう「下り」と「上り」の関係が出てくる「子供の時から」っていうのと「子供の時から」どっちで読んでも小刻みなリズムと大きなフレーズの読み方と。 それが二重になってるわけですね。で、次も同じです。えー、どうなるかというとここです。で、大体今、ふと思ったのは、損ばかりっていうね、この損ばかりっていうこれが、あの、上りのうー、うー、うー、ファ、うー、ファ、損ばかり、損ばかり。 でこれも自然に読んでいったら、これが当然損と、損とばかりのかかり受けができるんですけど損とばかりのかかり受けができるんですけどね。損ばかり。でもちろんあのアクセントの問題もありますけど、とりあえず、えー、置いときましょう。で、このしているも同じように細かいフレーズでいくと、してといるが下りの上、している。 損ばかりしているということになります。で、さらに全く同じパターンでこれが大きなフレーズになるとこうなってくる。つまりこの文っていうのは、要するに下り上りのなんかリズムがありますねということは、この下り上りの関係が見事にあの揃っている。 だからリズ,ミリズムがある文だというふうに読めるわけですね。でところがそれのつかめない人はあのこっからリズムのある読み方が生まれない。でこれ通してあの青い方で読むとねあの本当にあのテンポいいものになるます親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしているっていうね。 121212121212というねこの青で書いたところの下り上りのリズムが揃っているところがさっき書いた長い息で読むとしたら今度は大きなゆったりした3つのフレーズになっているんです。 でそれはあの赤で書いてしまいましたけどねそうするとゆっくりした読み方になる今私は体の動きで読みましたけどもゆったりと読めるようなそういう形になっているで今までそしてそれがあの体で実感として感じられる そして最初に言いましたけども下りで緊張して考えて上りになった時にふっと理解が生まれるだから体のリズムを伴った文の理解というものがこの下り上りの声の出し方下り上りという声によって掴むことができるでこれまではそういう あの下りの声の質と上りの声の質との違いみたいなことはほとんど言われてこなかったつまり活字になっていればどの音もそれぞれ対等であるというふうに思われがちなんですけども実は実際の生きた言葉の声というのはこのような緊張のある声とそれがふっと緩むというかね 緊張からふっと緩んで理解につながるようなその繰り返しによって書かれている語られているそれはまさに人間が生きて呼吸をしているというそのリズムにつながるようなものを文章も生きた形で持っているのだというそういう証明になるかと思いますで皆さんも実際に、えー、いろいろな文を取り上げて分析をしてみると このようなリズムと声の関係体の関係というのが見えてくると思いますそして結果としては聞いている人にとっても何か呼吸が楽になるようなそういう読み方ができるようになると思いますというところでこれで終わりにしますどうもありがとうございました